僕は彼女を連れて地上まで行ったそこまでは順調だったんだよでも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間いたんだ振り向くと彼女は影の隅っこに立ったまま静かに僕を見つめてたあいつ日差しが苦手なのか いやでももしそうだったら日差しのもとで暮らしたいなんて言うはずないよな。